バトンリレー、2回ぐらい落としたことあるバトンでしょ、2回ぐらい落としたことある。はいつくばってでも走ってそう。あ、転んだことはないかな、とりあえずマラソンでは。そうなんだよ、バトンリレー、バトンリレーはてか今話すまで私バトンリレーのこと忘れ去ってた。本番でもやったことある。やべっつって、やばいよね、プレッシャー、プレッシャーやばかった。なんか私のせいで順位が1個下がって、紅白戦になったの。紅白戦、私の組は白で、結構早い子たちがクラスでも集まってたんだけど、クラス対抗リレーで落としちゃって、泣きそうだったけど泣きそう、バトンパスの時に落とすんだよね。泣きそうだったけども、飛んでった、カーンって弾かれて飛んでったバトンも死に物ぐらいで取って、あの時それこそはいつくばって渡した気がする。順位覚えてない、順位覚えてない、やばい、順位思い出したくないのかもしれない結果どうなったか覚えてないけど、覚えてる、私ポニーテールの女の子、足が速い女の子に渡したの。すごい思い出してきちゃった。うちのクラスの先方が足が速い遅い、速い遅いで挟んで、インターバルみたいになるじゃん、で遅いやつはインターバルあんま走んないように前側で待つみたいな、速いやつでその分稼ぐみたいな戦法を取ってて、私はもちろん遅い側だったのに落としたんだ、渡す時に思い出してきちゃった。ポニーテールの可愛い女の子に渡そう。リサちゃんだっけ、リサちゃんっていう、この黄色の肌の可愛いザ体育会系女子だった、でいつもニコニコしてる女の子だったのに、私がボタンを バトンを落とした瞬間笑ってなかったちょっとそれやばい、リサちゃん、リサちゃん、リサちゃんどうなったか、めちゃくちゃいい子だったの。もういわゆるスクールカーストっていうのがあると、多分もう中心人物もなんかもうね、わかる？ああやば、嫌だよ、もうやめてよ、もうそんな、もういいよ、クラス対抗リレーはやめた方がいい。クラス対抗リレーは文化としてなくすべきです。学年対抗リレーで代表者が出るのはいいけど、全員が走るっていう謎のクラス対抗リレーはやめた方がいい。もうこういうことになるね、もう背負っていくことになるの、十字架をずっとね、背負い続けてるんだけど私、今まで背負ってたことを忘れてたんだけど、黒歴史すぎて、でもこうやって背負わないといけなくなるんだ。やだ、犯人探し、それは大縄跳びで起きるんだ、大縄跳びで N 水して落ち着くもんちゃんもなんか寝てるよ。誰かが負けるのは人生の縮図、負けるのはさ、その正々堂々力を出し切って負けたならいいけど、不手際で負けたらもうそれはもう誰かのミスで負けたらもうなんかもう背負っていかないといけないじゃん。しかもこうやって連帯責任だと、クラス対抗リレーはもう廃止するべき。こういうこともあるから私同窓会行きたくないんだよな、多分。